ちょっと今360度動画をテレビで見てます。このリモコンプレステでこれをちょっと右にやりますよ。ほらほら、上上、下下、右下。おお、すごい。すげえ、プレステすごい。おはようございます、平山茂です。今日は9月4日ですね、日曜日。現在時刻は11時32分です。今日も仕事でございます。まあ同じくね、もうじゃない、今日もお仕事という方は、皆様お疲れ様でした。今日も一日お疲れ様でした。お休みという方はね、まあ、あいにくの天気ですけれども、まあ、お出かけされている方はいるんじゃないかなと思いますけども、まあ、いい休日をね、過ごせましたでしょうか。いいお休みでしたか。まだね、明日も休みという方もね、いると思うので、まあ、どっかお泊まりで行かれてるという方もね、もしかしたらいるかもしれませんね。キャンプとかね。うん。いいですね。と久しぶりになんかホテルに泊まりたいですね。久しぶりに、まあ、以前、まあ、3年前ぐらいまではね、結構日本全国出張ばっかりする仕事をしていましたので、本当に年間100日以上はホテルに泊まるというようなこともよくありました。はい、なのでね、ちょっとまたホテルのベッド、ホテルの朝食、ホテルからの景色、なんか恋しくなりますね。さあ、というわけで今日は、ですね、昨日の、アイコスのね、新しい商品をちょっと紹介する動画があったんですけども、なかなか反響がありまして、まあ、ご質問をいただきましたので、ちょっとだけ紹介したいと思います。まあ、こういったアイコス新しいの出ました。で、一つあった質問がですね、まあ、コメントの方でお返しは、お返事はさせてもらったんですが、これね、こう蓋の部分がこう取れるわけです。で、まあ、本体が、こちらですね。これがガチッとつくわけですね。これ今蓋を取ってる状態なんですが、この蓋を取った状態でも充電はできるんですかというご質問をいただきました。で、まあできます。今これ1本だけ吸ってる状態ですね。2つのうちの1つだけ点滅してるんで、まだあと1回分吸えますよというような状態なんです。これで充電を、ここがこういう感じですね。ここがこう刺さる、ここがちょっと凹むんですね、上が。こう、薄っ、カチャッと。そうすると、充電できますよ、と。できてますね。できてますね。はい、ということで。まあ、この状態でも全然、このアイコスは使えます。これはアクセサリーですね。なので、まあ、いろんな色違いのものを使ってもらって、カスタムするのもありかなと。ここ全体を覆うね、これと同じ素材のここ全体、本体の方もこれ、この素材で覆うっていうアクセサリーもあるみたいです。充電はタイプ C で、実際本体の重量が重くなってます。以前のアイコスよりも重いです。ちょっとびっくりしました。それぐらいすぐに持ってすぐ分かる重さです。モバイルチャージャーかなって思うぐらい。まあでも僕は嫌いじゃないです、この重量感は。あとこの本体ですね。本体がね、もしかしてこれ、金属な気がします。ちょっとわかんないですね。本体も重いです。
はい、非常に重たいです。でも嫌いじゃないです。昨日の動画をね、見てくれた方本当にありがとうございます。お気に入りのアイコスでございます。はい、大丈夫ですね。大丈夫、大丈夫ですから。はい、大丈夫です、大丈夫ですからね。今日もお仕事頑張って、楽しく頑張って、明日もお仕事楽しく頑張って、お休みまで頑張ろう。うん、本当に、皆様いい休日、いい一日を過ごしてください。お仕事の方は一緒に頑張りましょう。ということで、また明日でございますね。また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。もう9月4日か。あとちょっとで1年だ。頑張ろう。